やさす、アテナイの皆さん。今回が名言解説編の最後でして、スヌーピーの If you don't play every day, you lose that fine edge という名言を扱います。これを私なりに日本語訳しますと、毎日試合してないと切れ味が鈍っちゃうねといったニュアンスになるでしょうか。チャット GPT が次のような解釈を示しました。この名言は日常的な継続的な努力と訓練の重要性を強調しています。直訳すると、毎日プレイしなければ鋭敏さを失ってしまうという意味です。スポーツや芸術などの競技や創造的な活動において特に重要です。常に継続的な訓練と練習を行うことで、自身の技能や能力を高め、向上させることができます。一度だけではなく、毎日の積み重ねが大切であり、それによって自分自身のスキルや洞察力が研ぎ澄まされるのです。この名言は、目標に向かって努力する際の忍耐力とコミットメントを示唆しています。一時的な熱意や努力ではなく、毎日の継続的な取り組みが必要です。また、継続的なプラクティスを行うことで、直感や洞察力を養い、問題に対してクリエイティブな解決策を見つける能力も向上させることができます。はい、ほとんど同意見なのですが、私の、独自の見解を言語教育に落とし込んでお話しします。語学のレッスンというものは、そもそも瞬発力が重要です。学習者が予期せぬ反応をしますので、とっさにそれに対応しなければなりません。また、初級のレッスンですと、こう、テンポよく、リズムよく練習を進めないといけないので、やっぱり、こう、瞬発力、勢いみたいなものが必要なんですね。こう、毎日授業があれば、それが訓練も兼ねるのですが、そうでない場合、意識的にトレーニングをする必要があります。例えば、発声練習、適切な例文を出す練習、こう、エカードのような、フラッシュカードのような教材教具を扱う練習などです。で、これを怠ると、まず自分自身が衰えに気づきますし、その後学習者がこう意識的、無意識的にもそれを気づいて、クラス全体の雰囲気に影響するということなんですね。はい、さあ、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回以降また別のテーマでお届けしますので、お楽しみになさっておいてください。では、これで失礼します。アディオー。